とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、シーズン7が始まりました。今回も、ショートカットがあります。意外と、最初の方にショートカットが来てるので、周回しやすいですね。まあ、とりあえず、ショートカットの場所まで行きましょう。基本的に、簡単です。周回っていうか、その、ショートカットの場所までは。ただ、若干難しいところもあるので、そこを少し説明しながら、行きますね。まず1階は、特に問題ないと思います。途中で出てくる、クリーパー3体いますけども、それを注意して、行けば大丈夫です。まあ、普通に倒してもいいんだけども、まあ、避けていくっていうのが、安全かな。避けていった方が無難ですので、下手にやり合わない方がいいと思います。クリアでーす。んで、この報酬、いりません。なしでいきましょう。で、2階。こっち側に、3、4体まず敵が湧きます。それを全部倒しましょう。3体だな。で、こっちも倒して、次に下に向かっていきます。ドンと。まあ、敵はね、若干多めなんだけども、まだまだ2階です。攻撃力が低い。なんで特に問題なくいけると思います。もうゴリ押しでいいです。ポーションも使っていいので、もうゴリ押しで2階はクリアしちゃいましょう。ダメージ全然ない。シャッ。シャッ。シャッ。はい、オッケー。特に問題ないですね。で、2回クリアです。ここの報酬で、星なき夜、取っていってください。で、エンチャント、エコーがいいですね。エコー2入れていってください。もしくは8でもいいです。エコーか8。まあ、自分の使いやすい方を入れてください。で、この3回。ここが若干きついです。ちょっと慣れないとやられちゃうこともあると思うんですけども、まあまあ、ぼちぼちやってみてください。これ最後に出てくる、敵が結構面倒なのよ。なので、そいつらを、注意ですね。しゃ。次出てくるやつ。まず、上じゃなくて、下でね、この近接の奴らを片付けた方がいいですね。で、近接を片付けてから、上に向かって、上の奴らを倒すという感じ。よし。もういきなりね、上で戦い出すと、こいつらに蜂の巣にされてしまうので、ちょっと危険です。まずは下と上で分かれて、敵をちょっとずつでも減らしていった方が、いいっすね。うん。これちょっと戦い方が注意です。星なき夜を持ってきて、バラバラに分かれていってください。で、次。ゴーレムが無難です。やっぱり、タンクになってくるやつが、いることで、全然ダメージが変わってきます。しゃ。もうゴーレムにね、ダメージを受けてもらって、で、安全に戦っていきましょう。危ない危ない危ない。しゃ。ああ、落ちた。あ、また落ちた。なんでそこに穴があるんだ。そこに穴あるなよ。行きましょう。で、ゴーレムがね、落ちることもあるので、注意してくださいね。ゴーレムがやられると、ちょっと動きにくくなるので、ゴーレムは、下に落とさないようにいきます。まあ、特に問題ないと思います。いいぞ。で、次5回何もいりません。ただゴーレムの HP が低くなってたらアイアンハンドアミュレットを置いて HP を更新してやってください。で、5回、ここジオマンサーが多いです。ジオマンサーはちょっと鬱陶しいので、まあ、できる限り
先に倒すように、していってください。あいつがいるとね、よし、ちょっと動きが制限される場合が結構あるので、ふぅ、危ない危ない。あ、まだあと1体いるな。うん、ジョマンサー爆弾結構使ってくるんで注意してください。まあまあよく見てれば全然大丈夫と思いますけどね。爆弾もらってその後にクリーパーとか食らうともう死んじゃうので、まあ注意、まあまあ、うん、よく見てれば全然大丈夫と思いますね。はい、で5回クリアです。んで別に何もいりません。まあビーストバーストをやりたいときはベッグスを持っていったらいいと思うんですけども、まあまあいいんじゃないですか。でここ6階です。6階でショートカットができます。前の方に行くと敵が出てきてしまうので、こっち側、この物置側か、なんかね PS 版とスイッチ版とかがなんか配置が違ったりするらしいのよ。なので、スイッチ版の方はちょっと分かりませんけども、まあとにかくここに乗ってください。ここここ、この柱のところに船の柱かな、いや船の炎の部分かな、そこに乗ります。でそしてこうテーブルあるでしょ、でテーブルを通って、階段の方に降ります。こっち側反対側に降りたりすると敵が出てくるので注意してください。とにかくまずはこの柱のところに乗り込んで、でテーブルを通って階段に行きます。これでショートカット完了ですね。ここ結構で、ほんのちょっと下に出たりすると敵が湧き出すので若干シビアです。まあまあシビアでもないか、まあうまいことやってみてください。であとは、フィーバータイムですね。いつものごとく30回まで敵は出てきません。30回まで行きます。それでは30回到着ですね。1回下に戻ってます。戻ってきて、また30回に来たって感じですね。じゃないとボスが出ませんので、はい、じゃあまあ倒していきましょう。ボスは、簡単です。速攻で倒すことができます。はい、ということで、今回もショートカットがあります。しかも6階からと結構早めにあるので周回はかなり簡単になってます。で今回のタワーは3週間ですね。3週間しっかりと周回していいのを出しまくりましょう。はい、ということで報酬頼む。何か来て、うん、ハズレ見てすぐわかるハズレだ。はい、ということで今日はタワーシーズン7ショートカットやってみました。結構簡単にできるので皆さんやってみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。